さあ、行くぞ。あ、すごいけど、やっぱ、下調べが進んでるとめちゃめちゃわかりやすいね。わかりやすいね。敵の配置までは載ってない。マップ情報が追加されるだけなのね。いやけど、これはでかいですよ。あ、ここは、下町の船着き場あたりの場所。ほう。いた。ああ、危ない危ない。うん、よくその状態でバレてない。どこに行ったん？どこに行ったん？カメラアングルを変えない。あらららららら。どっか降りていったよ。どこ行くねんな。わあ。動くな、動くな。動くな、変に動くな。そりゃ。よいしょっと。この人らは、奉行所に乗り込もうとしてるから、お役人さん。え、お役人さんやっちゃったよ。やっちゃったね。いかん、いかん。やっちゃったね。奉行所って、まあ、警察という認識でいいのかな。もう警察よね。ということは、今で言うとこの警官をやってしまった感じかい？坂上大学をやらなあかんのにさ、この辺やっちゃったらやべえんじゃねえかな。あらあらあら、やっちゃったよこれ。つまり国に真っ向から喧嘩を打った。そうですね。いかん。意外とバレなさそう。めっちゃ影伸びてんねんけどな。うわー、カメラアングルが最悪。あれ、どこにいたの？え、これかな？倒った。よし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 。よし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 、危ない。あ、危ない。まあ、一人も二人も変わらんやろ。変わらんわ。とりあえず、我々裏影のチームに手を出したのは、運の尽きやったな。裏稼業チームは真っ向から国に喧嘩売るんやな。そうね。いやけどマップの形分かんのはでかいな。おい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 、お役人さん。おい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 、無視。とりあえず北町奉行所ってことは南町奉行所みたいなのもあるんだろうか。ああ、もしかしたらそういうのもあるかもしれんね。じゃあこっちを全滅させたところでもう一個の奉行所が汚染が出てくるんじゃないのか。ならば全員片付けるまでよ。くう、まるで狼のような男。全てを滅ぼし。おい、なんか見ないは違うもんな、みんな。いやー、え、大丈夫かな、こんな奉行所の人切りまくって。ためらいがないね。もう怒ってるよ。怒ってるけどこれはさすがに怒られんじゃないの、国に。ねえ、もう存在消されるよ。したしたした。さすがに坂上大学もここまでクレイジーなやつが突っ込んでくるとは思ってなかったんじゃない。もうなかったね。で、赤いルナの時もそうなんだけど、なんか署名かなんかでさ、奉行所に提出して、それが聞き入れられなかったら、もっと上の人を呼び出すみたいなことを言っとったから。ああ。おそらく坂上大学より上の人が確実にいるはずなのに。で、今回の事件を片付けてくれると。おい。ねえ、だから、いや、こんだけ暴れ回ってたら上の人出てきちゃうよ、俺。おい。上の人間を出さんかい。お前じゃ話にならん。上の人、あ、な、な、ちゃ、ちゃ、お前じゃ話にならん。なんだ貴様。いやー、バレた。いやー、臨場だったじゃい。よいしょ、声を上げるな。よいしょ。何もなかったと伝えろ。あの世でな。オッケー。オーケー。邪魔するよ。ぶっ殺してやる。皆殺しだよ。
見残すぞ。堂々としてるぜ。堂々としてるだろう。左。やっぱ奉行所切れたね。おお、やっぱ奉行所やからね。ん？伸びてたね。伸びをしてたね。どうも出前です。押し込み行動です。よし、そこでもやろう。そこでも、あ、そこでは無理なのか。あ、いける。いけますね。おい、ん、危なかったぜ。危なかった。危ないねこれ。あら、おお、見たな。危ない、死んでしまう。見たな。どうしようかな。そう、見られたからには片付けるしかあるまい。たー、強い。逃げ切れ。さすが本職の人間でござる。やっちまったぜ。まだそんな強いと。でも左から行ったんじゃない。左からかな。左側だってこれやろ。え、なんだ貴様。こんにちは。こ、いや、こんばんはか。よう見えたな今の。あ、いっぱいいた。さすがの処理落ち。同じ顔のやつや。ほんまや、同じ顔や。あー、やっぱ巨人の乱戦に強くてまだ良かった。そうね、みんな日本刀持ってばいいのに。ね、こんだけ暴れたけどまだ無警戒状態。お、なんか書いてるよ。何書いてんのこれ。不天最後の何やろ。数九。開ける必要あったかな。あ、おるな。なんか襖に影が落ちてる。向こう側にもいい。まずはここで一人。近い人ね、これ。あ、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 もう一人来た。あ、向こうのやつが来たのか。あ、さらに来た。あー、もういっぱい来る。処理落ちがすごい。ナイスナイス。あ、もう一人。痛い、やばい。おー、やるな。さすが奉行所の人間。早くしとかないと。うわあ、でっかいな奉行所。これはもはや押し入りゴール。うーん、オゲイ。お薬、お薬。いオゲイ。池がありますね。警戒状態が上がってきた。さすがにね。あんまり上げたくねえよね。うん、警戒してるなあれ。え、警戒してるぜ。あ、警戒しとるわ。おい。おい。そんな警戒しなくてもいいんだよ。さあ、いらっしゃい。全く動かないじゃん。うわ、動かないのは困りますよ。警戒したやつがまた。もう一人来てる、警戒してるやつが。警戒してる。うわ、警戒してるな。
何してんのあの人ら。あれが奉行所トークやね。あーまだいた。おい、どういう状態？めちゃくちゃ警戒してるやんみんな。おーって腹パン。勝てるマークで出たねあの人。今いけるかな。バレたか。開けた意味ね。危ない。ああ見られた。囲まれるな。一方向から。よいしょ。危ない。危ないって。すごい顔してる。すごい顔して。すごいこっち見てる。なんとか回復薬でご利用しや。ガードかな。いやガードなんかありそうな気もするけどな、使ったことはない。うん、それでもう年継続してるやつやっといたら。もういやそんな悪徳奉行みたいなことはできん。すん。あらすごい、やっぱ奉行所はこういう中庭とかもすごいね。中庭があるね。オゲイ。さて、いい加減スマートに決めたよね、いつも通り。おい。あいやー。し。いやこれ気づくやろ。おい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 、俺の話を聞け。様はちょっと待ってや、もう貴様。やいやー、もういっぱい来る。さすが防御所。なんかあの上から降りてこれない。あー痛い。あ、この段差はいいぞ。あ、ロック外れてる。どうした？これはもう限界対象。あ、たたたたた。あ、だだだ。あ、さすまたや。トンボ。結局ゴリ押しじゃないですか。ゴリ押しや。三角木馬や。おお、牢獄。牢屋だ。お、誰かいる？仲間がいるんじゃないのか、もしかしたら。おお、おめえら。おめえら。おめえらじゃねえか。あーあー、すごい。ああ。父上、みんな。みんな何これ。必ず助け出す。失神してるんですか。失神。いや寝てるだけじゃないの。寝てるだけなの俺。なんかこう拷問の上で失神。あーどうも。どうしたどうした。あ、いける。いけるんやそれ。いや無理や。いやバキだバキだバキだ。どういう状態これ。危ない、右から、右から来たぞ。うおー、これはいかん。これは、これはいかん。うおー、一騎当選の爽快感。バッサリ噛んだぜ。これ、これ、危ない。あー、もう逃げ切りやられる。さすが最終ステージ、難易度が高い。
だよ、あれ遠いんだよ、難しいんだよ。どうしたらええもんか、落ち着いてくれんのかな。隠れるとこないもんな。今さらやけど、みんな今さらやけど、右下のやつでなんかパラメータが書いてるのは気づいた。防御力アップと攻撃力アップ。仕留めたいな。急げ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 。怪しい。いけるもんでしょそれ。今や、よいしょ、やっと捕まえたぞ。こんだけ忍び歩きしてんのに全く後ろにいることに気づかない。いるね。おお、もう一人おる。おい、いや、これ牢、牢屋の壁で見えるでしょ、これ。せっ、はい、トン。やってしまおうかと思ったけど、無益な殺傷は好まない。無益かどうかで言うと、殺した方が起きた時にバレへんから益はありますよ。じゃあやるべきか。うん、また嫌なマップ。わ、また難しそうなマップだよ、これ。わー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 、嫌やな、なんかそっからなんか出てきそうだな。あら、明かりが消えたよ、あいつ。ろうそく蹴っ飛ばしたな。何じゃのあいつ。おい、うん、いっぱい出てきてる気がする。なんか横から出てきそうで嫌や。早くしてよ、早くこっち来てよ。もうなんか物投げたらいいのに、そんな多いとかじゃなくて。もう一人来た。あー、もう変なやつ来た。あ、交代時間やって。交代時間だって言ってた。何してんの、あのどんな交代の仕方やね。交代の仕方すっごい厳重。あ、そのまま来てくれた、よかった。横にはいてないと。やっちまえ。じゃあ駅が出る方で。あいた、駅が出る殺傷。交代してからもう1分経たずに死亡だ。仕事できてない。これはもうマップの上まで行く意味ないからね。突破したいけど、なんかどっかガラって開いたね。ガラガラって言うた気がする。いやいや、そんなこともないんや。誰、どこや、向こう側か。うん、何をしてるんやろ。いなくなった。あの、交代終わった人どこ行ったの。ちょっとこっちから、何、どこのガラガラ。どこのガラガラやろ。この真ん中の部屋にいてるとちょっと嫌じゃない。あら、行くしかないか。 あいつ帰ってくるかな。帰ってきそうな気する。どこにおんのよ、もう。いや、もうこうなったらもう上行くしかないか。なあ、見とかなしゃあないよね。その部屋に反応はありそうですよ。奥側にいるんじゃないか。奥側の方かな。 あ、奥側っぽいぞ、これ。あ、いた。この人、交代したのにまだこんなとこでなんかしてた。よいしょ。はい、腹パンと首トンはどっちがいいか。こっち、やっとけやっとけ。やるしかない。前らの上の人間が悪いから連帯責任や。わあ、体育会系。連帯責任。連帯責任の結果はこれだよ。やっぱりね、連帯責任って恐ろしいね。さて、あ、いるね、これはおそらくね。ガラガラしてたな、ここですね、きっと。呼び出します。おい。あら、隣の部屋かな。あら、解除。あら、赤い。赤いよ。赤い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 。隣の部屋？けど、赤い。明かりがついてんだけどな。赤いですよ。あ、いた。あれ、隣の部屋ですか、これ。どういう？どっから来るの、これ。あ、来た。危ねー。いるねやん。全然影が見えないじゃないですか。明かり消えちゃった。
っと隣の部屋にいてるのかな。あ、いてなさそうだ。大丈夫ですよねこれね。これまた倒しちゃうとね、変なやつ駆けつけてくるからね。廊下側にもいないか。おりゃおりゃ。あ、いけそうだね。いけまーす。おりゃ。よしよし、いいよ。おや、わー、あ、うわー、なんか広い。なんだこれ、マップ。あと何ステージだ。あ、外だ、外に出るんだ。あ、やだなー。おそらくいるんやろうけど、ここの右にいるのか左にいるのか。これは右側じゃないかな。左側は行き止まりっぽいけど。うん、怖い。やだなー。あれ？もう一個向こうですか。お、あれ、なんか錠前が。この向こうだ。いるね。おお、これはいかん。足りたいや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 あ、ちょっとでかい、ちょっとでかい、あ、ちょっとでかいよ。来てる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 。あい危ない。なんでそうなんで。危ない。うわあ、攻撃力めっちゃ上がってるやん。攻撃力めっちゃ上がってるね。いた。あ、来てる来てる。いや、この攻撃力魅力的。攻撃力アップすごいね、それ。めちゃめちゃ強いやん。攻撃力も上げとこ。はい。いや、防御アップがなかった、危なかった。いや、その守り方はちょっとずるいな。それなんでしょう。あ、解除。チェスト、チェスト、チェスト、ノー。こんな力技で開くもんではない。ない。いや、まあ、まだいるでしょうね。そら、まだまだいるでしょうね。そのお部屋の中は何か怪しいぞ。実は鍵があったりするんじゃないのか。え、そんなゲームやったっけ。わあ、なんか質の悪いとこで寝てはるね。奉行所勤めや言うてもそんな暮らしがいいわけでもないんやね。あ、おや、あ、今のはなんか罪人を入れとくろうかなんかだったんかな。あ、ここあれか、裁くところか。ここ裁くところじゃないですか。この桜吹雪側的なとこじゃないの。桜吹雪が目に入らんか。へへ、すいません。なんだなんだ、初めて聞く曲だ。腹は決めたのか。ぬる。何、こんなところで。貴様の片棒などかすがん。割れてますね、生きているの。ならば貴様は最後の裁きを下してくれよ。ここでか。見えてきたぜ。おっと、おっと、あったあった。後悔するがよい。何、貴様。そんな。え、なんなん、その刀抜くだけ抜いて帰っていくって。卑怯な。おっと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 、戦闘だ。まずは逃げるぜ。え、待ち伏せでござる。よいしょよいしょ、攻撃力上がってんだぞ。あ、じゃあいいよ。うん、強い。オッケー。待て、伊坂上大学。やっぱ笑いながら歩きながら去っていくのってすごい悪役っぽい。あっは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 い。しまってるわ。そろそろ奴もくたばっておろう。おい、様子を見て。様子を見てこい。あの状況下の中で酒飲むってなかなかすごいね。すごいね。奴が死に行く姿を魚に一杯飲むぜっていう感じじゃないの。ね、キモッターがしまって。おっとっとっと。おっとっと。これぞ出会い頭。わしにもいっぱいおごっておくんなせ。毎度、京次郎です。うわ、待て、いいこら。いや、どこや、坂上大学。これ回復しといた方がいいんじゃないのか、これ。確かに、何が起こるかわからんからな。体を硬くしてよ。硬くなる、硬くなるを使った。
坂上大学は油断してるうちにスパッと行った方がいいんかな。そうですね。だけどどこにおるかわからんのよな。なんか人いますね。あ、そこにいるのかな。え、おい言うたら来てくれんの大学さん。まずい酒だって言ってはる。あ、いるよ、なんか。あ、いるいるいる。え、いいのこれ。呼ぶで。呼んじゃう。あら、別人。あー、ごめんなさい、間違えました。すいません、間違えました。すいません。まずい酒だ。じゃあこっちかな。あ、でも離れていってるね、下のマークが。じゃあやっぱりそっちか。あの、この中にもう一部屋あるんじゃないか、これ。でもな、変に開けるとな。よいしょ。あ、この人誰ですかこれ。そっちの部屋か。この人誰、間違えたよ。ん、誰。あ、とっとっとっと。おー、出会い頭。あ、今だ。だえ、あー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 、ちょっと、ちょっとそこ場所悪い。おー、場所悪い。貴様だったな。場所が悪い。いや、反射的に押してしまったけど、これでよかった。まあね。いや、やらしいみたいな感じ。もっとなんか普通に1対1でチャンバラするもんかと思ってたんやけど。こう、変身ヒーローの変身待たへんタイプよね。そうね。そしてやっぱり部下に任せた後に酒飲んでた坂上大学が悪いな。びっくりしたんでしょうね、もう死んでると思ってたから。夕焼けだ。いや、みんな大丈夫かな。おう、わあ、人がいっぱい。この町の奉行所のお役人さんがいっぱい暗殺されたんですよね。え、あ、キャッツはどうしても座りたがるね。うん、座りたがるね。そうか、江戸を去るというのか。江戸を去る。はあ、ほとぼりが冷めるならどっかで身を潜めようかと思ったで。まあそれがいいですね。だいぶマークされた。これだけ派手なことになっちゃうよ。南町も動くだろう。ああ、ここが北町奉行所滅ぼしたからな。坂上は死んだが、江戸に残るのは危険だ。俺は全国を暗夜して亡くなった者の菩提を弔おうかと考えておる。ああ、坊主してるね。おお、ちゃんと坊主してるね。私も髪型なら知り合いがいるし、ね、ああ、まあ京次郎と離れるのは寂しい。みんなバラバラになるんですね。永遠の別れってわけでもないしね。俺は江戸の方が賑やかでいいんだが、そうもいかねえしな。まあ、お伊勢様でも回ってくかな。で、いつ立つのかね。みんな転勤か。早い方がいいだろう。奉行所連中も無能ではない。じゃあ、この場で。ケンジの場合は酒飲んでるその後に捕まってるからな。道場先生。そうですね。もう酒はやめた方がいいですよ。元気でな。あれ、道順と秀恵と京次郎はここに残るのか。引っかかるんじゃないよ。いや、だってこの二人もちょっと江戸立った方がいいですよね。ねえ、マークされてますよ。いや、ケンジそんなキャラやったっけ。うん、ここでちょっと坊主要素出さなくてほしいね。今さらそんな坊主要素出して。そう、1話目から全く坊主要素なかったけど、なんやったら首から数珠引っ下げてるぐらいやんか。あんなもんストリートファイターの豪気でもできるで。お主はどうするね。わしとお主だけでは裏の家業もままなるまい。父上は何もしてないね。俺の家業に専念しますよ。患者さんたちを放ってはおけないでしょう。そうじゃな。しばらくは表の方から江戸の町を癒していくかと。けどそうは言うても変なんいっぱいいますからね、江戸の町。表の方で癒すのが難しくなった時は。喋るな喋るな、こんな往来で。あの奥のやつとか怪しいんちゃうか。聞いてるよこれ。
これは何ですか。これシーズン2への布石ですか。続編ね。超絶裏稼業へ続きます。悪の耐えたることはなし、商売繁盛裏稼業。商売繁盛裏稼業、あんまりいい単語じゃなさそうです雨も嵐も何のその、人は明日も生きねばならぬ、せめて心は日本晴れ、やっと世直し一里塚。パン言うて、なんかそんなまとまってないような気もするけど、お疲れ様でした。お疲れ様でした。とどめさす。